あと先生との関係性も革命じゃなかったですか。アーティストとしての意識改革というか、うん、だからそのレッスンに行ってもその学生っぽく振る舞うと怒られますよね。そう、なんかその学生としてなんか教えてくださいみたいな感じだとやっぱり怒られて、そのアーティスト同士でその話し合おうっていう姿勢じゃないと、うん、でもなんでそういうことを言われ続けたのかを音楽院になってようやく分かる。そうなんですよ。だからどちらかというと作業でずっと言われてて悩みが音楽院で解決したみたいな。そうこういうことかみたいな。そう、音楽院で解決することはすごく分かる。だから私はすぐには分からなかったんですよね。そう、だからあの多分悩むことはまあまあ多いと思います。たくさんあると思います、モスクワコースは、うん、だからそのね、モスクワ学院に行きたいって思ってる人はそのモスクワコースでその悩みを持っといた方が多分あの向こう行ってこの悩みを持つと多分生活面でも結構大変なのに、うん、もうその勉学の悩みと生活の悩みダブルで来ると結構精神的にも負担が来るので、うん、結構モスクワコースでその勉学の方の悩みをちょっとでもこう解決したくというか、うん、そういう悩みがあるんだってことを分かって知っておくだけでも違いますよね。行くと、うん、あのそれの答えが向こうで待ってることが結構あるので、そうあとは生活の悩みをなんとかするだけロシア語がうまく喋れないとか、うん、うまく伝えられないとかいう悩みをあとは解決するだけなの で、 そうです、ね、だからそういう意味でちょっと前段階のね、うん、ちょっとプチ留学としてね、うん、こっちで学んでみてもいいかなと思いますね、うん、レッスンでもね緊張したらもちろんあんま喋れないじゃないですか先生と。だけど喋らなかったら先生たちは私たちが緊張して喋らないと思うよりは、あもうこの子何も言いたくないんだって取られると思うんですよ。そうですね、勉強したくないんだって、うん、それに僕に何も言いたくないんだ、ただレッスンしに来て引いて帰っていくよみたいな。そう、緊張してることは伝わらないから、ね、そうなんですよね。特に日本人の顔ってあんまり変わらないから、ロシア人よりは。だったらもう、今日私めっちゃ緊張するんですよとか、うん、先生今日元気ですかとか、すごい天気ですねとか言った方がまだ多分いいと思います。あ緊張しますって、1回目だから緊張しますとかぐらい本当言った方がいい。そしたら先生は緊張解くためになんか面白い話してくれたりとか、そうなんか緊張することないよとか言ってくれるんで。でも私それも音楽院に行って分かったんですよね。いやでも言えないよね、日本にいる間ってね。まだ先生と生徒っていうよりはまず人間同士じゃないですか最初は、うん、特にレッスンの前なんかは、うん、そうなんかそれもね、で思いついては言えないから紙に書いて言ってました、私学生時代は。あそうだね。そうなんです、紙に書いて、めっちゃ紙に書いて、そうで優子さんにまず添削してもらって、で正しい論文だって分かったらもうこれでこのまま持って行って、はいみたいな、先生みたいな、スルーして始まっちゃったみたいな、しばらく8発サメって、またすばらくみたいな、まず最初そのフレーズを言って、そうそう、でそこまで言うと先生がなんないってゆっくり聞いてくれるから、ね、そうそう先生たち絶対質問されるの好きですよね、うん、そうそう、すっごい好きだから。でなんかこうしかも頑張ってこう読んだりしてると、まあ、そこまで多分ねロシア語は多分早く喋ってもわからないだろうっていうのも多分分かってくれるよ先生は。だから答えもゆっくり優しい単語で言ってくれるし、なんかこうコミュニケーションがそこでね先生ともう取れてくるっていうのがかなり大きな、うん、相談したいですって言って断った先生絶対いないです。いない、ね、それは本当にやっぱりあのすっごい親身になって考えてくれて、そのプログラムの相談もそうだし、弾き方の相談もそうだし、練習方法の相談も全部先生方が解決してくれたので、やっぱりコミュニケーションって重要ですよ ね。やっぱあったら何でも聞いていいと思うんですよ、うん、やっぱねロシア語をその場で考えて言うのが難しいんだったら紙に書けばいい、紙に書けばいいです、うん、でね、ロシア人の先生にロシア語も習ってるから、うん、そのロシア語を使う最高の機会です。機会ですね。前だって週2回実践のね、その、うん、練習ができるので、実践の場が設けられているのになぜ使わないっていう、うん、だからぜひぜひ。本当にすごいことですよね。私マジこれ言いたいんですけど、音楽大学なのに、うん、ロシア語もある程度資格取れるようになる、死ぬ気でやれば4年間資格ぐらい取れるわけですよ。それは取れるよ、取れますね。ののちゃん2級受かってるし、ね、まあそうなんですけどでもなんかそういう、だって普通の人たちって音大に行って別に語学学校通ったりするわけじゃないか、多分分かんないけど、うんうん、そうだね。まあドイツ語とかはあるかもしれないけど、ここまでできるようになるってないんじゃないですか、うん、だってネイティブが、だってそのネイティブと関わる時間が週にもう多分毎日あるよね。毎日ありますね。毎日あるから、毎
日ネイティブと話せる機会があるっていうのは、うん、大きいですよね、うん、だから勉強したフレーズをすぐその日に使えるから、うん、とっても良かったです。だからね、あのモスカコースで学んでると何がいいかって、モスカ行った時に聞くこと自体は難しくないんですよ、苦労しなかったですね。聞くこと自体は大体わかる、うん、ただ話すことはやっぱりちょっとね、やっぱ別のね、別の問題なので、うん、そのまあ私はなかなか話せないタイプだったから、向こう行ってひたすらね話すように努力したわけですけど、うん、やっぱ大学のモスカコースのうちにそれをやっておくとだいぶ違うかもっていう感じは、単純に楽しかったです、うん、その自分が通訳さんなしで喋れるようになっていく段階が、うん、結構快感じゃないかって、快感でしたね、通訳さんがない状態で先生とコミュニケーションを取れるっていうのは、うんうん、楽しかったですけどね、うん、なんか先生が通訳さんに生徒彼女がね彼がねっていうねのって悲しいじゃないですか。そうそうそう、うん、直接言ってあげたらいいのに、ね、君はとか、うん、まあ先生によって違うんですけど、うん、でも私先生が V から T になった瞬間の喜び、あ、私涙でそうになりました。いやそこは覚えてない、初めから T だったと思う、うん、あすごいいいな、私1年間ぐらい V だったんですよ、うん、である日突然 T になったからもう本当嬉しくて、なるほど、やっぱ自分のねなんか生徒として受け入れてもらったのかなって感じするよね、そういう細かいニュアンスとかもロシア語じゃないとわからないので、そうなんか結局通訳を挟むと、うん、なんていうかな、その言葉の温かさとかまでは多分伝わらない、ね、うん、先生が持って言ってる温かさとかニュアンスとかも、そうそう、だからそういう意味でね、あのぜひロシア語にも力を入れてもらえたら、うん、ね、よりその留学っぽさが増してくるんじゃないかな、ね、より楽しいと思います本当に。いやでもその楽しさはあるよね、うん、本当に、だからそれをなんていうか楽しんでほしいんですよ、うん、なんかそれをなんか必須科目みたいな感じでやるんじゃなくて、嫌、うん、だなとかじゃなくて、せっかくあるロシア語の授業を生かしてね、うん、そう、あの実技の先生に話してみればいいんですよ、うん、そうすると別に必修じゃないし、その自分の先生とコミュニケーションを取れるわけだから、うん、まあ、ある意味日本人だと当たり前でできることとか、うんうん、 そうですね、それが自分自身にできるようになるってことはかなり大きな一歩ですよ、うん、しかも留学する前に、うん、先生も人間なんですよ。話したいと思ってるんですよ。実はそうなんですよね。うん、そう秘めてるけどね、うん。伝わらないんじゃないかと先生たちも恐れてるわけですよ。うん、それの殻を破るのは君たち。入学したりとか今の在学生の子たちですね。そうそうそう。そうです。だからなんかそういう風な、なんていう、自分の殻を一歩破ってね、こう違う世界に行ってみたいなって思う人は、うん、ぜひ。本当に革命あると思いますよ、日本語からロシア語になる時点で脳の革命が、だからその言語的にも革命があるし、ピアノの手話でも革命があるし、だからもう毎日革命みたいな、確かに毎日事件みたいな、本当に毎日初めの1年2年は毎日事件そう、だから本来はね、行ってからじゃないとわからないその留学の雰囲気とかの半分ぐらいはここで感じられるので、実際、うん、そうですね、そう、優子先輩の動画だったように国内留学ですね、国内留学ですね、本当にそうだと思うんですよ、文字通り、うん、わざわざ先生が飛行機で10時間もかけてここまで来てくださってるんですよ、うん、その機会を活用しない手はない、うん、ほとんど日本じゃないですよね、モスカコース内は。いや、モスカコース内はほとんど日本じゃない、全然ロシアですね、あれは半分ぐらいロシアだから、本当にそれも楽しんでほしいですよ ね、うん、ですね、そうそうそう、ね、だって今来てるね、若い先生とかはね、もっと学生さんたちとこう交流を持ちたいと思ってるから、うん、もっと話したいなって思ってくださってるので、うんうん、先生方も日本の文化にも興味があるからね、そういうのを説明してあげたりとかもいいですし、教えてあげてほしいですね、うん、そういうのはやっぱりね、あのやっぱりなんていうかな、先生とのコミュニケーションというよりは、あの一対一というか人と人とのコミュニケーションというつもりで普通に話しかけたりとかね、したらなんかより留学っぽい感じがしますね、じゃないかなと思いますよ。年を取ったら人間変われないんですよ、皆さん、若いうちにどうしたんですか、急にいや、もうしなやかだから、うん、でも吸収本当にすぐできる年齢だと思うので、うん、で、その我々もね、やっぱり同じ道を通ってきた経験者だから、うん、それで何かアドバイスできることもきっとあるでしょうし、うん、だから安心して勉強できると思うんですよね、うん、そう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 、だからね、あのモスカコースの学生さんは忘れがちかもしれないですけど、あの我々も学生だった時期があるありますあります、もちろんあの学生ならではの悩みとかはね、うん、あの我々はそういうのも相談あの乗れるので、うん、あの
もし入学した際にはね、そのなんか学生さんたちはなんか悩みがあったら先生に言えないようなことになるとかあったらその我々に言ってくれたらいいんですよ。だからそういうふうにいろんな人にこう相談していきながら、その留学の雰囲気っていうのを楽しみながらね、こうやっていってほしいなとですね思います。なんか座談会みたいな、ちょっと本当に座談会はい、強く座談会でした。パカー。